やったか。うんや。いや、まだみたいだな。みんな、油断するな。動きを。あ、まずい。森の方へ逃げるぞ。どうします、アキサちゃん、追いますか。奴が向かう方向は、まずい。マリオンが。僕たちとアリハネは潜む悪魔を掃討しながら奴を追う。次の行動を読んでから対応したい。チャールズは野良悪魔を掃討しながら爆発音を頼りにマリオンの捜索を。オムニスの有効半径40メートルを忘れるな。コーコの憂いを断ちながら確実に水陣を追い詰めるんだ。植物？いや、海の生き物か。イソギンチャクかナマコの仲間かしら。いや、形状や小型のもののハンモの印象はカビ、キノコなどの菌類に見えなくも。しかし、なんでこんなものが。とにかく、サンプルとして持ち帰りましょう。何かの新種かもしれませんわ。基地の生物とは思えないな。カビのような繁殖様式にもかかわらず、
成長に伴い分化した器官を持つ肉質の体に、これを媒体生物と仮称しよう。媒体生物？どんな字を書くの？バイ菌のバイ、カビの字だ。カビが成長して体をなすからな。媒体生物か、なるほど。覚えているか、これと同じようなものが悪魔の巣の至るところにあっただろう。あれらも全て媒体生物だろう。ええ、何でも通り抜けられるはずの猫ちゃんがぶつかっていたわね。そこだ。オムニスが干渉可能ということは、こいつらは量子レベルの性質が悪魔と同じ。おとなしい生き物ならいいんですけど。そうもいかないだろうな。かなりの数だな。ここに追い詰めるまで雑魚との戦いで時間を取られていたのが、生み出す時間を与えてしまったかもしれないな。豚レバーを気にしていても仕方ありませんわ。豚レバーじゃなくてタラレバーですね。来るぞ。頼む。まだまだね。いけそうだ。俺がやる。一緒に苦労した分、論文で賞を取るよりも嬉しいな。それにもうこの辺りに小型悪魔の気配はない。今生み出している媒体生物を倒しきれば、残りは疲弊した水人だけだ。ですが、まずい状況には変わりないですわね。アキサ、何か策はあって。水人を倒しきれず、奴が海もしくは陸地へ移動する、パターンは考慮していた。水人は先の戦闘と出産で明らかに消耗している。今でも畳みかければギリギリ倒せるはずだが、想定外はこの媒体生物たちだ。悪魔は減ったとはいえ、同等以上に厄介。何よりも未知だ。ダメだ、犠牲を出すリスクが背負えない。ここは仕切り直そう。追撃に備えしんがりを配置し、マリオンを救出して全員で退却。またの機会を狙う。これが事前の策か。僕たちに移動しながらの戦闘経験などない。であればしんがりを誰にするか。そんなこと決まっているじゃないか。みんな、僕が最後尾に。ダメよ。赤。まだ俺たちは負けていない。体力も残ってる。それに。ここで引いたら、この世界の誰かが犠牲になるかもしれない。も
俺はもう助けられたはずの人間がそんな目に遭うのはごめんだ。そうね。それにもし神狩りを務めるとしたら、それは私たちの役目よ。作戦立案者がみんなを先立って率いる、それはとても心強いことじゃないかしら。大丈夫です。アキサちゃんが私たちを思っていることが十分伝わってきていますよ。ああ、昔俺たちはアキサに救われた。次は俺たちがアキサを助ける番だ。行くぞアカ、周囲の媒体生物を。ええ、片付けてしまいましょう。あれは雨続きの春だった。俺が赤を守ってやる。赤を守るため男のような立ち振る舞いを心がけ、力を手に入れるために武道に邁進した。いつしか自分を強い人間だと勘違いし、世直しと称して近隣の不良たちを更生させていた。愚かにも。当然それを面白く思わない奴も現れた。ある日奴らは赤を拉致し、俺を呼び出した。赤！やめろ、やめてくれ。赤には手を出すな。当たり前のことだ。いくら気丈に振る舞っていても、いくら武道の才があったとしても、体は女なのだ。乾いた笑いが出てしまうほど簡単に、俺の努力と自信は粉砕された。なすすべもなく不良たちに組み伏される。その力の強さに、その邪悪さに、一切の抵抗が無駄だということが、体に心に深く刻み込まれた。数十分後、偶然通りがかった教師が通報。不良どもは刑務所行きになった。それからだ。あと200回。くそ、腕立て、まだここまでか。次は腹筋だ。君、そんなに無茶なトレーニングで何を目指しているんだ？なんだ？あ、いや、勘に触ったのなら謝る。すまない。君の行動に興味が湧いただけなんだ。
それがアキサとの出会いだった。アキサは好奇心からか、その後も公園で会うたびに俺に絡んできた。全てを見透かすようなその眼差しに、すさんでいた俺も不思議と心を開いていき、少しずつ人間らしさを取り戻していった。そしてついに、なぜこんなトレーニングをするのかという問いに、重い口を開くに至った。なるほどな。まあ思考過程は理解できる。年下の僕がおこがましいとは思うが、一つアドバイスをしてもいいだろうか。アドバイス？ああ、君が強さを求めていることは理解した。もちろんそのような事件への対抗手段として鍛えるというのは正解の一つではあるが、君が求める答え、その理想像、今のままで果たしてたどり着けるのだろうか。答え、理想像。強さには種類がある。強さの形は筋力だけじゃない。君は一体何を目指すんだ？それが生徒会長に立候補したきっかけ、別の形の強さを得るに至った過程だ。あの時アキサに出会えていなかったら、肉体の強さのみをがむしゃらに追い求め続けていただろう。精神の強さ、知識の強さ、仲間の強さ、その存在にすら気づかないままに。俺は熱さに救われた。今度は俺が熱さを救う番だ。俺の強さは、アキさん、そして仲間を守るために使う。